どうも、リックチャンネルの横山です。今回もですね、相田選手に、動画を撮らせていただきたいかなと思うんですが、ちょっと私の悩みというか、ちょっと解明しきれていないことがありまして、基本僕、フォアハンドグリップなんですよ。じゃないと、フォアがもう打てないんですよね。で、相田選手は、どちらかちょっとグリップ移してもらっていいですか？ちょっと浅いんだね。そうですね。あんま気にしたことないです。気にしたことないんですよ、グリップ。で、僕から見ると若干バックハンドグリップなんですよね。そうですね。若干。いや、僕のいきますよ。うん、全然違うでしょ。うん、ここまず僕ちょっと開くんですよ。で、バックハンドグリップの人ってまあ開かないじゃないですか。うん、確かに。ここ開く、開かない。あ、そうそう。そうなるとフォアハンドグリップじゃなくて。確かに。で、相田選手はちょっと微妙にバックハンドグリップで、まあ、前回 の、 あの試合の動画を見てもらったら分かるんですけど、ほとんどフォアのカウンターミスというかね、フォアハンドミスがないし、すごくボールの質も高くて重いんですね。これってなんでなんだろうなっていうのが、僕はバックハンドグリップでフォアは打てないんですよ。もう二十何年卓球やってて何回も試した結果できないんですよ。でもできてる人がいるので、それをちょっと教えてもらいたいなというか、まあちょっと見させてもらいたい、しっかり。もうあんま気にしたことなかったっす。気にした？打ち方とかは気にしない？あんまり。いや、まあ気にするんですけど、グリップに関してはあんま気にしたことなかったですね。まあそのあんまグッて握りすぎないようにだけは。そうですね。それだけは意識して、まあ柔らかく握るっていうのが。力みを感じないよね。やっぱグリップグッて握る人って全身にグッて力入りやすいと思う。やっぱ 手元なのかな。手をこう握らないようにしてたら全身柔らかくなるのかな。でもやっぱ試合でミスってる時って絶対ここが力入ってる。俺相田君と試合しててずっと力入ってるねということで、ちょっと実際に打ってみてもらって、はい、まあ、気をつけてることであったり、私がこう感じたことを、お伝えできればなと思いますので、お願いします。お願いします。リンクチャンネル。じゃあお願いします。ちょっとドライブを入ってみてもらっていいですか。これね、どうなってるのか、振りが速くて見える。ボールは鬼重いし、ボールめちゃくちゃ重い、マジで。ラクザ Z。 ラクザ Z なんだ。最近ちょっと来ないです。でも結構粘着系が好きなの。そうですね、バックも粘着なんでね。球速いのにボール重い、まあ最高ですね。で、ちょっともう一回打ってます。ボールの曲がり、まあ、ほぼ曲がってないと思うんだけど、まあ、曲がってたとしても気持ち、そんな横が強くて こっちが開いてブロックしないといけないっていうほどでもないし、マジで重い。ちょっとね、振り早すぎて分かんない。ちょっと振りスローで振ってもらっていいですか。で、横から取ったりして、すごく腕しなってる。どうなってんの。え、ちょっと、なんか気をつけてることあります。気をつけてること、まあ、力ほんとくって入らないように。え、常時力を抜いた状態で打ってる。あ、当たる前にこぼれ当たるじゃないですか。こぼれきで当たる前にパンって早く力まないように優しく一回、なんかこう当たる前はちょっとゆっくりめにして優しく当てて、そこから早く振る、なんか強く当てるんじゃなくて。
強く当てるじゃないっていうイメージは、イメージではない。ちょっとしっかり当たるまでゆっくりで、当たってから速くっていうイメージ。ほう、じゃあ徐々にスイングスピードがうわって上がるっていうか。そうですね、はい。でそれがちょっとこうしなりになってるかもしれないは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 い、確かに。でも体がこうしなってるわけではない、腕が少しこう向きのようにしなってるようには見える。僕バックハンドグリップだとストレートがいつもミドルに行っちゃうんですよ、はい、だからできないなって自分の中では思っちゃう、はい、ちょっとストレート打ってもらっていいですか、はい、おもっ、全然ミドル空気入らない。で見せる気配が、今この中で体重移動ってありますか？体重移動、右から左、右から左っていう意識はありますか？あ、ないです。どしっと踏ん張って、そうですね、こういう意識はないです。ないですよね、こういう感じじゃない。だって待ってないもんぐっと踏ん張ってるっていう感じ。でも体は回転してるね。言う人いるんですよ。当たってそこからクッて、僕
あ、当たったら飛んでいっちゃうじゃんって思っちゃうんだよ、ポンって。そう、なんかみんな、まあ、やっぱ回転、ね、回転かけて、うん、飛ばすっていうのができないんですよ。あ、逆にね。逆にあ、しっかりなんかこう、じゃあ一回掴んでからグッっていう。はあ、多分両方できた方がいいんですけど。うんうん。最後1個、はい、アミラ選手わざと台からポロって出るサーブをバックサーブを出します。で普通の人ってこれヘッてかけたらわざと出したとしても成功率、次のカウンターの成功率ってだいぶ低くなると思うんですよ。やっぱ難しい、質の高いボールが返ってきやすくなって、でもほぼミスなくゴンっていけるのってちょっとやってみてもらっていいですか。はい、今のパターン、うん、こんなん打たれたら取れんよね。これはどうやって打ってるんですか。もう水平に、あ、もうまっすぐっていうか、はい、え、打球点ちょっとわざと落としてみてください。打球点落とすと、落とすというかちょっと溜める、ちょっと溜める。あ、え、俺と試合の時もそれぐらいの打球点で打ってた、はい、あ、こんな感じだね。あ、いやいや、確かに俺も一緒、もう水平に振るようなイメージ。そうですね、しっかりかぶせる、あ、インパクトの瞬間にこうかぶせながら、そうですね、はい。あ、だこれに関してはちょっとボールの右をグイって触ってるような気がするし、そうす、ついたらちょっとピュンってこう、はい、逃げていくような感じはある。もう一回いいですか。あー、力入った。今のダメだね。あ、今の、今のグッて力入ると逆に飛ばない。力入れると逆にネットミスしちゃう。はあ。ちょっと曲がってますね、やっぱり。いや、鬼しなり。やっぱカーブっていうかクロスの時はちょっと、うん、ちょっと厳しくクロス切るぐらいで意識して、でストレートの時は。はあ、ちょっとシュートっぽいね。広角にちょっと逃げる、まあそんな曲がんないですけどイメージとして。すげえわ。こっちはまだわかる。俺もいや俺全部こうなっちゃうね。こっちがすげえな。しかも入ったらほぼほぼ取れないし相手ね。ちょっとこれスローで後でまたちょっと皆さんに見てもらおうかな。昨日ダメなのみたいなのが緊張したりとか。あ、緊張するとやっぱ力入る。力入ると大体こっち行くよね。力入って飛ばすんじゃなくて、やっぱ力入ると飛ばなくなっちゃう。うん、力抜いてる方がボール速く出るし、飛距離出るし。なるほど。はい、品揃え豊富で激安格安の卓球通販サイトといえば、卓通。ちょっとおさらいしましょうか。まず気をつけていることは力を抜くっていうことと、あとはボールをこう当てに行ってそこからスイングスピードを上げると同時に擦るようなイメージですね。まず当てる、しっかり当てる。そうですね、ゆっくりゆっくり当てる。ここがバンってちょっと擦れないように、やっぱこうバーンではない。バンってなっちゃうとコントロールできない、うん、ちょっとゆっくり優しめに丁寧にやって次は出てくるっていう、うん、でカウンターは水平に振るイメージで、クロスは多少カーブしてもいい、ちょっと右を触ってもいいですね。
でストレートに深くは水平に振りながらもちょっと面を開いてシュート気味に打つ。あと重心、体の体重の乗せ方は基本両足に体重を乗せてこう体を使ってあげるよね。はい、ということで、まあ、今日のテーマとしては若干バックハンドグリップの間選手のフォアがなんで安定して威力のあるボールが打てるかっていうのを、はい、が私がちょっと気になったのでお聞きしたんですけど、でもたまにやっぱり曲がったりはするね。ちょっとこっちも、うん、はい、でも全然取りにくいような曲がり方でもないし、でも今やってて思ったんですけど、グリップ気にしてやってたんですけど、うん、やっぱフォアハンドグリップって、まあここは開くほどじゃないんですけど、あ、こうな、若干フォアとバックはちょっとグリップ変わってる、若干ちょっと変わりますね、今初めてあ、よかった、あ、そう、はい、完全なバックハンドのままフォアを打ちにいってるわけではない、ではないと思います、ね、あ、よかった、やっぱちょっとフォアが打ちやすくはしてるっていう感じ、そうですね、ちょっとやっぱガリッと変わってますね、あ、はい、よかった、よかった、何がよかったあ、そうなんですね、で僕結構グリップに常になんかもう考えちゃうんですよ、あ、これ打ちやすいから打ちにくいから、でも相田選手卓球始めてから今日までグリップは変わってるかもしれないけどグリップのことは意識せずに今までやってきたらしいです、ね、あんまりなんか、はい、いろんな人がいますね、はい、ということでありがとうございました、ありがとうございました。